はい、まずおっしゃるように本日からサウジアラビア、アラビア首長国連邦、カタール、3カ国を訪問いたします。各国においてムハンマドサウジアラビア皇太子兼首相、ムハンマドアラブ首長国連邦大統領、タミール、カダール首長と、会談を行うことを予定しています。これら3カ国は、日本のエネルギー安全保障上大変重要なパートナーであることのみならず、近年政治経済両面において存在感、国際条理における存在感を高めています。日本との協力分野も拡大しています。いずれの国も産業多角化、脱炭素社会の実現に向けて積極的に取り組んでおり、こうした分野でも日本の先端技術を活用した協力の拡大が期待されています。今回の訪問では各国首脳との間でグローバルなエネルギー安全保障と現実的なグリーントランスフォーメーションの実現に向けて緊密に連携を確認をしていきたいと思っています。また今回の訪問はこの経済ミッションとして多くの企業幹部の皆さんにも同行していただきます。さらなるビジネス投資機会の拡大を含め、貿易、投資、人的交流の分野でも、各国との一層の関係強化をする、こうした機会としたいと思っています。またロシアによるウクライナ侵略をはじめ、国際地域情勢についても3カ国の首脳と議論を深め、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の重要性について G7 広島サミットの成果も踏まえて、国際社会の平和と安定に向けた連携を確認する機会ともしたいと思っています。なおこの大雨への対応ですが、大雨への対応については、私の方から必要な指示を随時行ってきているほか、先ほども政府としての対応状況を確認したところです。私の出張中も臨時代理である松野官房長官、そして谷防災担当大臣を中心に、自治体とも緊密に連携をしながら、この政府を挙げた対応、これを引き続き緊張感を持って、継続していくとともに、私自身も引き続き、災害への対応状況について随時報告を受けることとしております。政府全体として、災害対策に万全を尽くしていく所存です。以上です。ありがとうございました。